北野誠の深夜の雑談どうも皆さんこんばんは北野誠です不定期番組北野誠の深夜の雑談ええ今日はですねその名をの取りゲストともに深夜にじっくり雑談する番組ですが今回のゲストはこの方です

2013年。そう2013年会談グランプリ。そうっすよ。そっから。えでもあれ田中俊さん優勝してました。まさかの優勝やって。俺 AD さんやも出たんですよ。なんか壁にブツブツなんか多分会談練習してたんでしょうね。壁に立ってブツブツ喋ってる AD さんが多分仕事きつすぎてちょっともうあの政治ストレス溜まりすぎてから出場者で。出場者で。しかも優勝して。あれはでもあの田中俊くんはあの会談グランプリどっからあの話が来たの？いやあの時。 はあの地上波で CM やってたんですよ。え地上波で CM？CM やってたんですよ。出演者の募集みたいな。あ募集の。はいはい。もうだからすごい門とか広がって。広がって。深夜にパッとあの仕事をするんに立てたらはいはい。階段片れる素人さん募集。いやあ出れるんやと思ってたんですね。出ようかなと思ってた時に。 あの前年に吉田優樹さんと知り合いの横山総一さんが出てたんですよ。はいはい、でまあでもでんこう出る気はあんまなかったんですね。うん、でそのタイミングで吉田さんとその会った時に「出ないですか?」って言われて「出てみたらいいじゃないですか」って言って応募したんですよ。でまああべこべっていう話があったんで、はいうん、それをよもう一人の横山さんに相談して、うん、まあこう構成というか。あの え組んでもらって出たんですよね、うんえー、すごいですね安倍小兵しかなかったはずですよね安倍小兵しかなかった,あった安倍小兵しかなかった,た <laughs> あでも一応日本やるのかやんかいやあの当はね一本,本だけあった一発勝負だったんですほらもう安倍小兵だけで,だけで、うん しかも、あの観客入れてて、観客の、有観客で観客の審査も入ってて。だから、田中さんは観客の支持を一番集めたんですよ。ほうほうほう。そう、それで、あの、単身軍はどういう感じかわかんないですけど、僕ら素人は。あの、四回ぐらい予選やってるんですよ。あ、その前に。で、最後に、決勝、まあ、地上波でテレビに出れる。権利を得る時に。その政策の人から連絡があって。 アベコベと一緒の話をしてる人がいる僕の話とでもシチュエーションは違うんですよ僕は海なんですけどもう一人は山なんですどっちもストーリー的にはアベコベ裏拍手の話ででどうするか迷ってますそのオーディションを受けてる人の中にいるってことそうその二人が残ったんやえう裏拍手でアベコベ対決シチュエーション違いのが残ったんです あの田中さんにしましたって言ってくれて、あのまあビジュアルがダントツで気持ち悪いんでって言ってました。そこも褒められてるのか、もうね優位に働いて、優位に働いて。そこからの付き合いですからね。ねいやでもその頃田中俊樹という人間は、で俺もなんか何やってる人がよく分から、まあ優勝はして、まあ言ってみたら階段語り部の中の彗星のように現れた人だからね。安倍コベで、はいはいはい。そうです。 あの本当にほぼ何もしてなかった。<laughs> なんかイラストレーターみたいなた,たまに谷口に俺が紹介してもらったあ稲川さんの会談の時で、ああのえー、っと一宮の、一宮の,の,の、はいはいはい。俺がゲストであの若手が二人会談をあの語るという時に。 にさあの田中俊之さんでした時に俺もインパクトは見た目のインパクトすげえやったんですごいなと思った時に「何したんに聞いたことは何してんのこの人」って言って僕んて答えたかないやあのねイラストレーターかなみたいな僕もよく分かってないんですよだからたまにイラストとかんか広告の仕事を本当にたまにして小銭を稼いでたんですよ。だけど その仕事とは言えないんで、あのイラストレーターって紹介されたり、うん、デザイナーって紹介された時はドキドキしてました。ああ自分で自分でもう自分でドキドキしましたそんなしてないけどなと思い <laughs> <laughs> でもだから,だからあれカンテルの階段グランプで出た時は肩書きなんで出たんあれは今のオカルトコレクターで。あ でもまだオカルトコレクターでもなかったんじゃないのそうですねだからあの本当にこう喋れる会談っていうのはあべこべしかなかったんですけどうん、うん、もちろん会談は好きだったんで、うん、こう集めてたことを集めてたんですよ。うんうん、でもそんな数なな数数いいですよ数ないし<で>、うん、その制作の人が、うん、じゃあその一応会談集めてる。 いっぱい集めてることにして、うん、全体を含めてオカルトコレクターで行こうってう、なんかキャッチフレーズをつけるって言ってたんですね。で、それで作って、付けてもらったんですよ、うん。あの吉田由紀さんとその前から知り合いやった。そうなんですよ。吉田由紀さんは、あの、うん、さらに、長いんですよね。うん、だから、2010年ぐらいですかね。それは吉田由紀さんとどこで出会った?。あのね、えー、と、僕と横山総一さんという人で、うん、ポッドキャストをやって。っ 出てちょうど吉田さんもポッドキャストをやり始めた吉田さんの方が早かったと思うんですけどちょうどね同じタイミングでで交流してたんですよ。で会談とかの話とかあとは吉田さんがその頃会所」っていう雑誌自費出版で出してたんでそれの取材に神戸に来た時は。

お客さんのウキが悪くて。ただインパクトすごいあ世の中ってこういう階段の語り口は悪いんや。そう目もブルブルして喋って。ですそう目もブルブルして、なんかこう気持ち悪い。お客さんが本当にもうどん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 引いていって。引いて負ける。引いて負けると。だから、あれその演劇もちょっとかじってるから。入り、めちゃくちゃ入り込む。入ってた、入ってた。うん、そうそうそう。 だから僕なんかはあの割とサイキックで怪談特集やった時から、はい、俺と中山さんと竹内さんはあの雑談しながら怪談するっていうスタイルやったからんかこう改めてこの一人で怪談語ってくれっていうスタイルでは一人ずつ喋んねんけどそれについてああでもないこうでもないっていう形をとるのがサイキックの怪談特集やったああいうな。んかバッチリ何やろう 時間決めて語り口で緊張しますからね同時期に出た BB 五郎さんなんかの一応リハ用にリハ用っていうか失敗した時のためにそのんかリハで本番用に撮るんですよ。で本番もう一回撮るんですけどリハは頑張ったんですけど本番緊張しすぎて6割飛んだらしいです 飛びすぎやんか。<laughs> だからリハで喋ったやつがまるまる使う。<laughs> 飛びすぎてるや。ん吐いてましたからね。あのずっとええええって緊張しする、えー。そんな緊張するタイプ。ビビゴさんめちゃくちゃ緊張してましたよ。確かにあの時のメンバーって島田寿恵さんもいた。島田寿恵さんもいて。<ー>ミキさんもいた。ミキダイオさん。ミキさんもいて。伊藤伊藤エマさんもいた。あ伊藤エマさんもいて。あエマさんもいたか。エマさ,さんもいた。いたうん、はいはいはい。 だから階段のスタイルが全然違うんでねみ、ねうんなねそうですよね僕もどっちかっていったら雑談というかそうそう僕も日常の語り口調でスッと階段に入るパターンなんであんまりその「t 階段」とかはい、はい、エンマさんとか、はい、今やった東京の白谷さんとかはもう、うん、もう完全にピシッと台本書いて綺麗いに一言一句ちゃんと覚えていってうん、うん、階段を披露するっていうパターンやんかあれとはまたちょっと俺,俺はちょっとあの日常とは毛,毛色が違うんで,そう,です、ねうん、うん。うん 何気なく普通に喋りながらふっと階段に入るっていうのが俺のパターンなんでみんないろんなやり方がア,、うん、アプローチがあんねんけどね。だから考えたらほ、うん本当に、えー、とに10年前11年前。うん アベコベやって優勝させてもらって11年前やねん11年後今現在まだアベコベやってますからねすごいなだから今回も本出しましたけどね本はねタイトルアベコベやから安倍コベタイトルはアベコベで何度かまさん僕アベコベだけでいきたいすごいなデビュー曲だけでずっと作りついでるっていう人ね。そうやねデビュー曲でツアー回ってるからまた階段階じゃいないんちゃうかなまだすごいな1本だけできたい だだけけでこんんいやもう今回も本出たけどやっぱりもうあべこべを最初に持ってきてやっぱりあべこべって言えば田中俊幸っていうねあれこれ珍しいいよねやもでもそれがまたすごい長い話でもないしそうなんですよね稲川さんの生き人形なんてめっちゃ長いや一1時間ぐらいはちゃんと語ってたらそのまま1時間ぐらいなるからちょうどテレビサイズなんですよ五5分で収まるっていう。 実は怪談と言われたらそうじゃないんですよねあべこべって。僕も確かにこれは取材して聞いたんですけど本当に体験した人を見つけるんですけど誰にもたどり着けないんですよ結局友達から聞いたってだから都都市市伝伝説説でですよね談はなくかだらみんなに分かりやすかったんだと思う怪談より 厳密には都市伝説、はい、だからこそなんか誰にでも当てはまるというか、うんうん、やっぱ体験者がいるっていうのが実は書いたんだと思うんで、うんうん、だそうかたいその話を聞いてそのきこんな人から聞いたっていう人をずっとたどっていってたどりつか,かないんだ、うん、それも面白いな。 へえ、形を変えた阿部小比がいくつも存在するので、あだからあれやな昔俺が前に他人言った、ああ<ー>連れの連れがなって、ね、連れの連れがあれだ噂のう噂の定番で定番あの都市伝説の形で俺の連れの連れの体験やねんけどはい,はい,はい、はいまあ連れの兄貴が言うててんけどって書いて、ね、誰がよくわからんっていう、ね、はいはいね、はい 元辿っていってもほんまにその体験したやつおらんやろっていうのがでも人の公伝で伝わる時は俺の連れの連れがなっていう間にまたワンクッションというね田中さんにこんな会談あるんですって提供してくれる人がアベコベアかったっていう話がありましたよね結構多いです俺の話ちゃんと聞いてありがとうございましたって言いましたあのそれは もう完璧に僕のあべこべやったんですよあの海で海ね。確かにシチュエーション違いの裏白紙の話もあってそれは僕が語るより以前から存在しているので裏白紙の話は確かに存在してましたあの着てる服が逆っていうのは 会談では割とあったんですけど、うん、なら昔からあるもんなんだな。っていうのはうあの最近気づいてますけど、ね。でも今回本出して、はい、また再び阿部媚びをまた語ったりはしてるんですよ。とってことライブとかでやっぱ語ってまうんですよね。<laughs> 語ってまうのか <laughs> だからもうね。何て言うんですか、ね、みんなも優しくて。あの、うん、あの？あのま 関西でもう冒頭部分でこれは友人の K 君から聞いた話なんですがって入るんですけど、うんうん、関西でやるともうあ <laughs> も吉本新喜劇みたいな感じのき <laughs> たきたみたいなもう既に11年だって古典の域に達してだからもう名人芸だ。名人芸だ 初代田中俊之のあべこべといえばお前リアルで聞いたかとお前, <laughs> お前話の内容してるとリアルで聞いてないやろってあれはライブで聞くもんやねんっていうような形になってね、はいはい、確かにやっと生で聞けたわとか言ってくれるお客さんがいるし、ね、そうでしょ、はい、だからもうほとんど初代田中俊之あべこべといえば名人芸はいはい、はいね、初代春男次とかもそんな,な、ね、そう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 初代春男次のねえ、ね、いかけ屋とかお前生で聞いてないやろっ <laughs> すごいな 一年九月のライブで聞いたんや。あそれは残って。上、まあ、でも、やっぱり、言うでも、全然知らない人もいるわけ。そうなんですよ。ずっと語っていこうと思ってるんですよ。はい、はい。その、一人でも、多くに。一人でも。そうやね。だから、その、0人ぐらいに来たお客さんの中で。うん。あべこべ、知らん人もおりますから。ね、まだまだ行ってますから。こっちは、ちょっと、もう、やり飽きてるけど。やっぱり、でも。ね、うん。そうなんですよ。だから。 やってますでも最近でもまああの谷君もあも田中敏樹もまあ言うてもこの話ちょっと田中さん聞いてもらえませんかっていうのはやっぱ増えてきてんの二人ともやっぱり。多いですねありがたいことに。SNS もありますしメールでくださったりとかライブの後に聞いてほしいとか。だから すすごい助かりまよねそれは僕はめちゃくちゃ集集まままるようになりした大もっててき僕一時期集まってたんですけどなんかやっぱ同じようなパターンって多いじゃないですかでもこのパターンってこのパターンになるなとかってだからんか提供してくれる人自身がどんなバックボーンがあるかとかその人が面白いかをすごい重視するようになりましたねなんかいろいろ集まって。

僕も聞いたら行くようにしてます。<ー>できる限り。そうなんかやっぱり聞いてると実際見に行ったあそういうこういうことねっていうのがちょっと負に落ちたりするやんか。だ,だからちょっとあのねこの間ズバリの方で出てもらった時にあのちょっ幽霊出る前にそこおってくださいねって岩見銀山の話なんかもはい、はい、あれ行くとやっぱりなんかちょっと負のオーラ感じたりするでしょ。<laughs> いや全然違いますよやっぱり、うん、あの。 ネットとかで見る、見るより、うん、行って、うん、まあ、空気感っていうのはやっぱ大事だなと思って。うん、だから、まあ、行ってよかったですけど、や、カメラマンもついてきてほしかったです。ディレクターもついてこなかったんです <laughs>。あ、あの、あ、も、もう一言ってまず、石見銀山の。はい。つまり、なくならいた人が多いところなんですよ、ね。はい。はい,はい。で、その、そ、それも、あの、か 階段テラーズっていう今でもやってる番組でミキ・ダイオンさんと竹内義和,さん義和さんと僕でやり始めたんですけど、うん、僕が途中から心霊ロケ舞台になって、うん、でもうなんか3泊4日ぐらいでもうブワーって回るんでですよ、うん、でその一つで岩見銀山行って、うん、じゃあみんなももう疲れてて、うん、あのもう。 一人で行っっててみみたいなな感じんスタッフ4人ぐらいでディレクター田中カメラマン音声4人で行っててみんなヘトヘトやってで昼間もカメラ撮ってるから最初2人で行ってくれるって言われてディレクターと田中でで行く時にディレクターの人も「一人で行って」って言わてて「えっ!?」と思ったけどやっぱちょっと。 体はらなと思って、うん、で一人でこう山道登っていくんですけど、うん、途中であのそれは何カメラ持たされてんのはい右手にビデオカメラ左手に一眼レフのデジタル、はい、カメラこけ<も>、うん、たらどうしう,どうしようもないで途中で、うん、ディレクターの人が「田中さん」ってよ呼んでくれたんですよ「あやっぱり一緒に行ってくれるんや」と思って「うん、どうしました?」って言ったら「あのさい行けたら」 穴入ってくださいって言って、いや死ぬぞと思って、その千人壺のいう穴があるんですね。千人壺、千人壺って言うんですよ。つまりそこで千人の方が亡くなられてるというところの、そうです。数多くも遺体を投げた遺体をそこに投げた、と岩見銀山で働いてる人たちを、そのその穴の中に閉じ込めても遺体を全部そこに処分したと、いうのが千人壺千人壺っていう名前になってて、で確かにお地蔵さんもあっ 供養されてた痕跡が残ってるんですけどもう僕が行った時あれでそのまあでもなんかビデオカメラ右手で撮りながら左手で一眼レフで自分を撮って写真撮ってでそれ心霊写真撮らなかはいはい降りられないんですよで1時間ぐらい回っててカシャって自分を自撮りした時に確認するんですね撮ったら。 左手の人差し指と薬指のこう第一関節から上というか指が出ててあ自分の指が入ったわって最初思ったんですけどいや物理的に入らへんって思ったカメラ持ってるし両手にカメラ持ってるからであこれは怖怖っと思うより先に山降りれると思ってかもういかんで撮れたとやれたと なんかい安い懐中電灯だけ持ってたんで、うん、真っ暗なんですよ、うん、いやもう茂みみたいになってるんで月明かりもほ、うんあ<の>もそのそこの場所自体も皆さんも誰も忘れされる地になろうとしてるんでしょ、ね、そうですそこ、うん、から3 0 0ルぐらい下っていくんですけど歩いて下ってたら、うん、ザッ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 ,ザッって誰かが3メートルぐらいの後ろついてきてて。うんうん でこうバッて見るんですけど誰もいない、うん、でまた歩き出したらついてきて、うん、止まったら止まるんですよ、うん、で動物じゃないめちゃくちゃめちゃくちゃ怖かったっすね <laughs> っ <laughs> めっちゃ怖いと思ってで,であの下りきって、うん、こうもう口当てた看板があるんですよここから千人壺みたいな、うんはい、当時あのえっ、ー、と示してたやつが。うん それを越えたらピタッと来なくなったんで、うん、まあそ,のそこまでしか来れへんのかなああなるほど、うん、あれはなんかあんましあんましとか体験しない僕でも、うん、なんかあのめちゃくちゃ怖い、うん、不思議なそれはだから、まあ、まあ霊感があるとかなくても、はい、多分それはみんな気づくねんやろね多分ね多分そうだと思うんですよ、うん、なんでついてくるんと思って <laughs> <laughs> そっちにカメラ向け行かった <laughs> カメラも向けましたよ向けた矛盾はしてるんですけど怖いけど怖いけど一応プロの仕事として撮っとかなとで興味もあるんで撮るんですけどカメラには映ってない映ってないねんねそこまではっきりとんかこう後ろから等間隔で一緒に来てんねんけどどうせやったら撮ってどうせやったら動画に映ってほしかったよねと思うけどでもあの気配は 確か怖かったですね。うん、霊感なくてもやっぱりこういう、うん、現地に行くと不思議なことってありますよね。あるよね。北川ことの深夜の雑談。<music> さあ田中茂さん。はい。今回この、えー、呪物記録ですか。はい、はい。あのいろいろとまあ載ってるんですけども、まああの。 このえ,ー、っとえ可愛がる人を次々に呪う人形、はい、チャーミーチャーミー、はいはい、こういうのもツイッターに上げて「はい、チャーミー帰ってきたよ」って書いてましたけど、はいはい、これはどどからどういただいたただんですかこれはですねあの、うん、関西の介護施設にいた人形なんですでこれこの人形はその介護施設で。うんうん えー、可愛がってしまうと、うん、もう数日3日ぐらいでバタバタとなくなっていくと、うん、利用者の人が可愛がるんですよ。うん、ああこのチャーミーという人形は、はい、で見た目もボロボロで怖いんですよね、うん、もうねほんまになのに可愛がる、うん、で5人続いたえなぜか知らないけどみんなこの人形もボロボロで古いし、ええ、なんか気持ち悪いねんけど皆さんが なぜか可愛がってしまうの。そうなんですよ。で、それを可愛がってる利用者の人が亡くなるんですよ。うん、で、また、あの、別の人が私。可愛がるからって言っても、たら、その人も亡くなってっていうのが。五人ぐらい続いたんですかね。だから、その職員というか、スタッフの人が。一回閉じ込めたんですよ。なんか、掃除用具箱かなんか近に、地下、うんうん、のね。じゃあ、ま、次の日。 また可愛がる人が出てきたんでこれは良くないということでうん、うん、僕のこと知ってる人が一人いたんでうん、うん、その方がちょうどね和歌山で怪談ライブやってた時に持ってきてくれたんですよ。うんうん、でこのチャーミーっていう名前なんですけど、うん、その時にあの大型台風チャーミーっていうのもちょうど関西に上陸してまして、はい、で名前チャーミーにしたんですよ。うんなんか この人形が不思議で樹物を集めるきっかけになってるんですよね。それまでは階段ライブとかした時に持ってきてくれるお客さんいたんですけど、なんか不幸になる石とかあの持って来るじゃん。家に置いてても嫌なんでって言っで阿さんもらってくださいって。で断りきれず集まってたんですよ。もらってない。でも興味はなかったんですよ。だけどこのチャーミーが来た時にまあ地味なんですけどあの。 自分の部屋の明かりが点滅点灯をずっと繰り返したりパソコンが立ち上がらないのがずっと続いててでチャーミーはその時袋に入ってたんでこれかなと思って袋に出したらそういう家電の現象がピタッと止んででその辺から物にねんって宿るんかなと思って積極的に集めるようになっていく。 行った人形なんですねで確かにこれあのなぜか気持ち悪かったはずが。ほうほうで僕その時は兵庫県の神戸に暮らしてたんでた、ね、チャーミーと暮らしてたんですけど、うん、東京の方から「うん、チャーミーだけを貸してくれ」っていう番組で使うからってうん、うんで たびたびチャーミーを貸してたんですよ。じゃあ人気出すぎて帰ってこんくなったんですよ。あのもうチャーミーが東京に先上京したんですよ。チャーミーがチャーミ先に行ったわけですよ。はい。で帰ってこへんそんなにチャーミー貸してくれ貸してくれがオファーが多かった。多かったんですよ。だからもうこっちに送り直すよりあのまた次やるんで保管しときますっていうのが多くなって。 離れ離れになってて、で、その後、僕が上京するんで、チャーミーが先上京してる。ああ、チャーミーはちなみに、なんか、口の中のこのアップありますけど。なんか、これ、これは、歯みたいな、生えてるの。そうなんですよ。その、チャーミーをいろいろ、僕が調べてた時に。もう、なんか、こう、髪の毛とか、あの、生年、えっと、製造年月日とか調べた時に、なんか、歯に。 歯というか口の中になんか詰まってんなと思って爪ようじみたいなんでこうほじくったら乾いた米が出てきたんですよこうだからこうえっと思って実家の米食ってるやんと思って怖っと思ってでそれを取ったら歯が生えてきたみたいになったんですよええこれね後から生えてきたのこれそうまあ その偶然まあ、まかまあ、まあ、入ってたのかもしれんけど。さっき、年下はあんまり、その、なん気づかんかったよね。しっかり歯が、出たみたいになって。へえ、何これと思って。なるほど。でも、霊能者の方に一応見てもらったんですか。はい、見てもらいました。じゃ、あ小さい女の子が入ってる、って言われたり。 他にも不思議な現象ってチャーミーを連れてたらよくあってそれこそ祝祭の呪物展という呪物展示をやってた時にチャーミーはもう看板娘みたいな感じで入り口に飾って飾ってたらいろんな人が来てくれて特にちっちゃい子どもですよね小学校行かないぐらいの。でその子はお母さんに連れてこられてるんでその展示内容とか分かってない分かってないね。 でお母様は僕らのこと知ってたんで楽しんでるんですけど女の子はついてきてるだけでその子がチャーミーの前でずっと立ってるんですよね。で声かけたら「どうしたの?」って言ったら「この子昨日夢に出てきたよ」って言うんですよ。えっって言って「夢で何してたん?」って言ったらなんかこう「おいでおいで」ってやってたってでその子は知らないはずなんですよ。でそういう現象があったりとかあとはあの。 都市ボーイズの林さんの義理のお母さんが、うん、あの展示に来てくれて、うん、じゃ展示来て帰った後にもチャーミーのことしか言わんようになった <laughs> から林く君に電話かかってくるんですって「うん、チャーミー今何してるの?」って言って、うんいや「チャーミーは田中さんのやつだから俺知らんよ」って、うんじゃあ「チャーミーに服買いたい」とか、うん、ずっと電話かかってきて、はい、でもチャーミーをに見入れられると「うん、あのー」 死ぬんで、だから僕と早瀬んで、すごい、あの、大丈夫かなって、一時期ずっと言ってました。お母さん、大丈夫かなって。おお、そういうのが結構チャーミーはあるんですよね。ほう、でも、チャーミーは、結構、だから、今、そういう意味では、あの、かなり人気なんでしょめちゃくちゃ人気です。うん。まあ、なですかね、本来の姿取り戻したって感じがしますけどね。もともと、やっぱり、こう、あ愛がというか、可愛が。 ぬ人形だったのに、それがあのまあ演技が悪いということになってしまって嫌われたんですけど、今はあの可愛い可愛いって言われて抱く人まで出てきたりとか、当時はそんなことなかったんで、チャーミンに服を買いましたとか出てくるんじゃない？あ、めちゃくちゃ服はもらいます。もらうやっぱりチャーミンさんにめちゃくちゃあります。だから。 ハンガーででめっちゃあるんですよこの人形用の、はい、着せ替えたら長い、ね、の。ででも家では着せてるんですようん、うん、たまに。うん、着せてるんですけどその一応チャーミーと僕の、うん、あのなんですかこのあい間柄っていうのは、うん、あの。 ステージ上ではすごい仲良く見せてるんですよ仲良く見せてるんです、はい、見せてる,せてるチャーミー <laughs> ああ僕らいつも一緒だねみたいなて、はい、でもチャーミーは本来というか、うん、仲良くしたら殺しにかかってくるんです、うん、そうですよね、はい、だから仲良くしたらダメなん可愛がってる人の命を奪っていくっていうことですかねはい、はい、元はだから僕その仕事でチャーミーと一緒に出ても、うん、家に帰ったら お疲れ様でしたって、うん、で、あの <laughs> 距離<を>い。いい距離を保って、まあ、ビジネスパートナーとしている。んです <laughs> 家では服を着さすんですが、うん、ステージに上がる時は脱いでもらって。脱いでもらってですね。はいはい、だから。 仕事なんでって言って逃してるんでああそうか。だってあんまり仲良くなったら命奪うかもしれんのよね。それがやっぱ基本でいわくで残ってるんでベースがねそこは気をつけようと思ってあんまし調子乗って仲良くせんとこうと思ってあくまでも舞台上とかは仲良くしてる感情を出すけど出してますかなり出してますけどでも実はビジネスパートナーだよとおいま 家帰ったら僕より全然上の立場です先に東京で売れてますからね先上京してるし食わせてもらってありがとうございますっていう感じああだからなんかあるよねそんなんで。でも本当にえっとおかしなってるのか僕が分かんないですけどもう随分こう呪物たちと暮らしていくとやっぱ勝手にしゃべりかけたりして自分の中で 勝手に声を聞いたりします何か「チャーミンお疲れ様でした」って言ったら「お疲れ」ってチャーミンが言ってるような感覚はいやっぱりそうなのかなああとちょっと僕がもう一つ気になったのはアンティークドールってもうだからもうんか階段集めてる人らにとってもうんかアンティークドールっていうだけで なんかざわっとするやん怖いですよね見た目もなんかなんかもうこういうねこれな結構廃墟とかになんか置かれてたりとかのイメージありますイメージあるよねはい。これはどうなんですかこれはあののそアンティークドールを集めてるすごいコレクターの人から譲ってもらったんですけどまあこの二人だけが もう人形ですけど、二人って呼びますけど。あえて二人と言いますが、この二人だけがちょっと異様な感じがして。あの顔が変わるって言うんですよね。それはアンティクドール集めてた方が。それ田中俊樹に送るってことは。怖い感じがしたの。そうなんですよ。このだからね、アンティクドールにまつわる怪談で。みんなね、一番思ってんのは。怖い。怖くなる。 まあ自分が気に入って目が合って買いたいと思って買いましたで買って可愛がってんねんけど何かしら奇妙なことが起きてきた時にこれやっぱりこの人形来てからからと思うねんけどところがみんな思うねんけど人形って本当に処分の仕方が非常にみんな難しがあるのよね。そうなんでですすね、うん、だかかから人形供養とかもあああるるるるじゃい僕がよく言われるのは、うん あの人形供養に出したり、うん、自分でまあ、うん、ゴミ捨て場に捨てたりとかした後に、うん、なんか嫌なことがさらに起こるんちゃうかっていう、うん、そう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 みんな思ってる、うん、だから一番いいのが、うん、僕みたいな人に預けてじゃあメディアとかでも紹介するんでいつでも見れる。うん あそうそう、もう、なんかメディア見タスの田中俊之さんが紹介してくれてるから、会おうと思えば。画面越しでも会える。そうなんですそれで安心して預けてくるっていうのが多いですね。ああ。このアンティークドールはなんか怖いっていうことになったんですか。そうなんですよ。あの、顔が変わって、なんか怒ったりするんですよね。で、お子さんもいて、え、子供がすごい怖、怖がったりするから。それで、他の。 なえっ、ー、とまあ不幸も続くみたいな感じで 2> んうん、うん、で2体送ってくれてるんですけどそれはあの1体が災い、うん、というか悪いことをしてて、うん、もう1体はあのそれを抑える立場なんですよ体譲ってくれね <laughs> だからそうか <laughs> この2体なら大丈夫だよ <laughs> <と>イントヨみたいな,なそうなんですよ。うん そんなも,ん、ね、もうこれもビスクドール人形とかもねもうあ怖いな人形そうっすねやっぱ人形怖い、ね、うんあの載せてはないんですけど、うん、面白い呪物というか、うん、あのえっ、ー、とね「オーメン」っていう映画あるじゃ、うんありましたね「666」あれのリメイク版のオーメンの「うんうん その人映画好きで映画館にずっと通っててでそ,の映画のその中にオーメンのリメイク版があってそのオーメンのリメイク版はあのいくら捨ててもそれだけ戻ってくるっていうただでもただの神なんですよね。でそれを譲ってもらったんですけど検証したいけど検証したら帰ってこんかったらなくなるんで。 検証はできてないんですよね。でも、あ、そんな事物もあるんだな。ええ、ただの紙。このビスクドールなんかもね、これほとんど由来わかんないですよね。一応霊能者に見てもらおう。えっと、あ、でもいわくは、あの。確か、こう。のばけ屋敷やってる人が。そうです。海の市か何かで、お化け屋敷の、まあ、あの。雰囲気作りとして買ってるんですよ。ああ、ちょっと載せ、あの。ディスプレイの中に。あ そ,それを持ってから、まあ、事故にあったりとか病気したりがつ続,、うんうん、続いてやっぱりよくないよくないと、うん、で譲りますっていううん <laughs> そうやなね昔あの鎌倉のねあの西浦和に聞いた話やねんけどうん、うん、えー、人形のおたき上げの日に、はい、えだからその お焚き上げのやる行事でごまみたい仕囲みがあってそこにもう人形をこう燃やしていくというのをやってた時になんかある時になっか,からどっかのお父さんがとなんかこうほんまにその人形が来てからなんか本当に夜中に何か誰かが家の中歩き回ってるというに家族全員がなんかふっと夜中に目覚めたら。 なんか廊下をペタ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 って軽い感じで歩いててほんでふっと何が歩いてんだと思ったら「人形がおる」ってなんねんてでこの人形が日本人形やねんけど着物も着てる日本人形で「えっ?」と思って「なんでこんなとこあんねん」と思っていつもとちゃんとガラスのとこに入れて飾っといたけどなんか何回もその人形って くやてでも僕最近思うことがあって日本のってあるじゃないですか一番有名な平将門さんのたたりがあってたたりが怖いから祀ることによって沈めるみたいな。でタイとかでしたら東南アジアのタイとかでしたら悪霊が出たら祀ることによってその 祟りを災いを沈めるだけじゃなくて、うん、服になるんですよ。おお<ー>、うん、沈めるとね。はい。だから反転する、反転するんですね。うん、だからあ呪われた事物でも、うん、しっかりと待れば、うん、服になるんじゃないかなと思ってて。なるほど。でもその先ほどの日本人形は。うんええ 結局もうだから家族みんなでなんか夜中寝れなくなってきてんで、うんまあ、勝手に動いてますか、ね、勝手に動いてるし家族全員家族全員がなんか誰かしらが夜中目覚めたらその人形があのトイレ行こうと思ってドアを開けたら立ってるとでもさすがにこれ家族全員がお父さんもお母さんも姉妹2人やってんけどこれはいくらなんでもこの人形怖すぎるとなってでも勝手に捨てるわけにいかんからいうことで。 お焚き上げに行ったんですよ。で、鎌倉のとあるお寺さんのもみんなお焚き上げしてる時にもうこうやって勤行しながら、胃の中に日本人形を入れていくっていうところに持って行って、ね、持って行って。はい、でも、それがもうやっぱり本人的には一番。はいうん いいいじゃなでもう本人みんながもうおたきあげ,げでちゃんとしたところでごま行で炊いてはいはい、はい、ちゃんとしたところで度胸をしながら燃やしていくっていうのは一番ええやろうと思って、うん、っ消滅させることですよ、ね、ほんであのこうやって順番待ってて、うん、ほんでこうほんまにバッと火の中に入れられたら、はい、ほんまにギャーっていう叫び声が上がってっていいでこれ上がった時に、うん、みんなもう周りの もう自分らもううわっもうほんまにんかうわっって思った時に俺すんごいこの話一番好きなその後入れたお坊さんがよくあることですからそこで収めたらしいねって。 お父さんは言ってしまう今悲鳴が周りもざわ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 したよくあることですからって言ってまた東京に戻ったらしくて何事もないようにしておたき上げの儀式終わったからいやあれはすごいなってよくあることですからえよくあんのみたいなおかしすぎるやろおかしそう俺はこの話西村に聞いてこの話聞いたきいやこれはほんまにざわめいたらしい 西浦はなんかそれを見に行ってたらしくてそれを聞いた時になんか「よくあることですから」って言ってかそれであっさりとまた次々と投げ入れたらしいから <laughs> そんなんでいちいち考えたらもうやってられへんと思われて北野誠の「深夜の雑談」。 はいということで、えー、今日は田中俊しぎさんをお迎えしておりますけども谷地くん君のね、はい、あのー、怖い食べ物もあれも順調に売れてますか、うん、あれがサンズリーがあすごいね決まりましてはいありがたい,い話ですあれはでもほんまにみんなどこが一番なんかこうワクワクすんだよねあれねあ,あ,あれまあまあ 人それぞれですね、本当に、あの、なだろお化けっぽい話が好きな人もいれば。なんか、メキシコの話とかもあるんですけど、そこがいいなっていう人もいれば、なんか、それぞれ、なんか、感想が全員違う感じがしますね。なるほど。まあ、負けでも、買い割れ食べるのが一番。まあ、でも、みんなに、やっぱり、あれは、全員言われますね。あの、なくなった方のとこの。土。土を、ほんまに、あれ。 の,あの昔からよく言う人間っちゅうのは、うん、死んだら土に帰るんや、うん、結局生物っちゅうのはけど、はい、ほんまに土に帰ってたよ、ね、ほんまに土に帰ってましたね、うん 2>, あのー、2年経ってその土をまた分析してんねん分析しましたはい,いやだからやっぱちょっとすごいなと思いました、うん そのアプローチ、アプローチ、アプローチ。いやもうだからもうそのアプローチの仕方ももうそれぞれただの階段だけじゃもう済まなくなってきてますよね。もう十年やってきてすごい増えてますしね階段する人も。ただただ植物でも海外までとか。そうんです。だから結局僕らもそうやけどもうただの階段ってもうまあパターン出尽くしてるんで確かにありますよねあるパターン。 あるけどだからそのあべこべみたいなも昔からあったとしても田中俊之君が有名にしたけどじゃあ本来そこでなぜそんな人らが出たんだろうねそこが気になるじゃないですかそこの場所に行ったらそんなんてどういうタイミングで出たんやろうと昨日あの石見銀山もそういうのがあるんやったら空出るよねとそこから田中俊之が行くとこで 結界みたいなんで出てこられなくなったとかいうのは何がそこの境目にあるんやろうとかそこは深掘りしていいっったらめっちゃ面白いですよね僕は今も最近だから階段って深く掘っていくただ怖いっていう話じゃなくてそこで何があってそうなってんやろうとかいうのが。 そっちの方に興味津々やねだからすごい物足りなくなってきたというかなんかあのすごい不思議なとこで終わる会談ってあるんですけどあその先も知りたいそこ行こうよとかそうやね行ってくれよはいはい僕は今回事故物件借りたら土になってたからこの土何っていうところから始まるとかあれあの土が意外と栄養あんねんねあそうですでその後あの土壌学者の方に対談させてもらってすごい人間はあの 本来アルカリ性だから酸性のリンっていう数値がむちゃくちゃ出たんですけれども、うん、あだからすごいそこから分解されて酸になってますねと。うん、でこれって、あのー、この土でアジサイを育てたらアジサイの色が変わってたはずですみたいな話まで聞いて、うんうん、面白ーってなって、うん、で不思議ですよね。ででもあの、ね、その土で、うん 貝割れがすそうでも、うん、あのこの間気づいたんですけどかいわれを食べてものすごい辛かったんですよ。うんうん、で普段スーパーとかで買ったりするコンビニで買う貝割かいわれって、うん、まあまあそれなりに辛いけどち辛いめちゃくちゃ辛いわけじゃないですか。っていうのが<ー>えっとね、あのー、ものすごい酸っぱいレモンの。 ドリンクとかコカ・コーラもそうですけどあれってペーハーっていう数値がめっちゃ高いらしいんですけどやっぱり酸っぱくなると酸っぱくなったら刺激があると。でかいわれでこんだけ刺激があるっていうことは酸のある土で育てたかいわれだから自分もその刺激を感じたのかなと思ったら酸のある土からかいわれに酸がいてその酸が僕の口の中に入ってんなっていうのがあ映ってるっていうのがすごい感じ、気づいたんですよ確かに 物じゃないけど栄養みたいなものっていうのがずっと続いてるみたいなつながっていったんやねだからでもまだ科学では解明されてないですけど幽霊とかもそのんていうんですか分子みたいなのがんかつながってて現象になってるとこもあるのかな僕もそのことを読みましたけどだから谷君自己物件 だけじゃなくて、事故物件体内に取り入れてるんやと思って。うん、<laughs> いやいや、張り取り入れてる人に言われないんです。<laughs> <laughs> <laughs> いかつ<の>と思いましたね。いや、でも、あの、かいわれの話は、ええ、あの、皆さん、あれ、お聞きになられた方は。

うん、言葉に,しにくい,っいやでも僕はもともと僕はもう死んだら無になると思ってるので人間は土に変えるんやと思ってるんでそれはそれでもそんなもんやろうと思うからだから幽霊を信じてますかとかなんかよう分からへん,んけどねただ俺は不思議な現象は大好きなんで何があってんやろうなとか思ったりでもすの好きだしだから田中俊之君のこの呪物を集めていくっていうのも大好きやし僕は。 あともう一個だけ、田中俊之の好きなんで、このお面ね。あ、お面な。うん、この。お面ね。お面も持ってるんですか。お面も。でも、これは三木大雲さんから。うん、あの、預かった。預かってる。面、は、で、い。はで。その、まあ。東南アジアの面だと思うんですけど、うん、誰かが三木大雲さんに。うん、これ呪われてるんでって。でも、あれ、あれは。

別別に被ってんの。テレビに出てるってこと。何かの番組。何かの番組で夏のあの。心霊番組でこのお面が紹介された。そうでね。ミキさんのお寺で紹介されたってことですか。ミキさんのお寺かどうかわかんないけど、そのまめぐりめぐってミさんとか来て何かで紹介されたと。で、こう触ってるかなんかこう。 かぶってるかしてるんですよまあ多分ちょっとした小笑いで俺そんなこわないよみたいのでちょっとだけかぶってみたとかそういうことなんやなそれでまあ後々にすごいその二人がスキャンダルに見舞われるっていうそういうエピソードを教えてもらいましたでこれはとしちんとこではこれおめ飾ってあるだけで飾ってありますミキダイオンさん曰くあの 僕に渡すときに、もうお祓いは済んでしまった。あ、もう、やりましたよ。と三木さんに来た時点でお祓いしてしまってたんで。まあ、でも、そういう、えっと、元呪物ということで、あの、譲る。いいのなら。はい、はい、はい。ということは、三木保尚がわざわざ、三木大門さんがわざわざ、お祓いをしたってことは。何かしらの、なんかこう、禍々しいもんが。感じられて。はい、多分そうだと思います。きつかったんですよね。ああ。 お払いされたのってどこ行くんですか、ね、いやまあ、うん、一応宗教的には払うとそのとこについてるものがちゃんといわゆる極楽浄土に行くということにしてあるはずはい、はい、だから、うん、まあでも僕的にはあのやっぱり払わないでいでほし、うん、まあね<で>僕的には、ねまあ、怖いけども <laughs> うん、うん、だから一応呪物部屋にあることによって何か入らないかなっていう 期待はしてるんですよ。うん、他の門がだからまたこう呪いが生まれるようにとは思ってるんですよね。はい、<laughs> ああ,あこのあのミキさんが払ったお面を俺の呪物部屋に飾ったことによって呪物と呪物がこう混ざり合うことの空間で、はい、またイランマがここのお面に入らない熟成させた。熟成させた。入ると思う、ね。熟成させた。もう <laughs> 山崎十八連門みたいになってる、ね <laughs>。熟成させたな。<laughs> もう九万か十万ぐらいの取引してなかった話だ、ね。<laughs> で わかりますよ僕,僕も最近ミキ住職と共演させてもらったんですけど、はいうん、ミキさんやっぱ。 何とかして払おうとしてくるんですよ。あ、谷さん、今日も綺麗なシャツですね。やめてください、ミキさん。って追っかけっこしてます。その何も言わないで。払おうとしてくる。払う。あ、やばい、払う。くそこないぼうやな。勝手に、ちょが頼んでるのに払おうとして。いや、だから、事物、こう譲ってくれる方も。あの、田中さんに渡したいけど。あの、まあ、心配でもあるんで、一回お払いしてから渡しますねっていう人多いんですよ。それはあかんわ。 誰も絶対に払わないでくださいって念押ししてます。<laughs> それはあかんよね。そうなんですよ。うん、何を言ってるんですか。そうそう何を言ってね。そのまんまマザーのまんまくれないと。誰がそんな浄化して意味ないじゃない。そうやんな。もうそれはちょっと皆さんなんか勘違いしてんだよね。そうなんですよ

そうなんですよもちろんあの出せるものだけ出してるんで常にやっぱり集まっていくんで全然出てないですねだからもうね言ってましたけ、ね、ど部屋がいっぱいになりすぎてもう誰もお客さんも止めれないし。お客さんも止めないあの ジャングルと同じ歩き方で入らないとダメです、うん、ここ踏んでここ踏んでっていう、うん、スペースを足ススをおねるのもこう丸まって体重のように丸まって体重のようにあの二軍の呪物とかどうするんですか<っ>その自分的にエピソード弱いなっていう呪物とか集まってるわけじゃないですかあの人たちはどうするんですかもうずっと部屋に置きっぱなしにするんですかあ うん確かにその前まではちょっと差をつけてたかもしれないんですよ一軍と二軍でレギュラーと補欠みたいな今はすごい平等に扱っててだけど神様系は棚の一番上に置くようにしてます神様系はやっぱり棚の一番上に置いとかないと上にちゃんと雲とか空とか天とか書いて置いとかないとやっぱりやっぱ怖いんですよねそれで最近特に 怖いなと思ってるのが、うんまあ、こんだけ僕別に呪物で、うんですか呪物をこういろんな人に呼ばれるために、うん、みんなに見せるためにっていう感じで呪物を集めてたわけじゃないんで、うん、そうでもこんなに注目さ,させてもらって、うん、あ,のありがたいなと思ってるんですけど呪術師に言われることがあって。うん これは一人の呪術師じゃなくて、うん、結構な人数の呪術師に言われることがあって、うん、まああんたの部屋見せてもらったけど、うん、あの呪物たちもし今こうあんたが注目されてるのが自分の力だっておごったりした時に、うん、呪物は完璧に裏返るから。自分が思うよりも想像を超えるぐらい すべてを奪っていくからな。怖い。怖いと思って。でもちゃんとあのあのほら神様、道具の神様もね、置いて無理言うて、あの神様がおられることで、俺はあそこの部屋の呪物部屋はバランスが取れてると思うってる神様。いややっぱ神様っていうのは偉大やからね。でも神様もう一個もう一体置いちゃったらまた喧嘩したりとかしないですか。

あの一番上でちゃんと待つとかないと、多分あれ人がお城様がおるから周りの呪物をちょっと一応収めてるんじゃないかと。なんかすごい世界の宿組世界の宿組みたいな神様がいて大人しくなる大人しくなる。確かにマコスさんが言うのねすごいわかるんがやっぱお城様もたまに仕事に行く時があるんですよ。はいはい。あもう突張されるね。これはもう仕方がないというか。 おしら様いない呪物部屋の時なんか騒がしい秩序がちょっと今従来出ちゃって感覚ですけどいや分かる分かるだからおしら様がやっぱりおられるっていうのはすごい大事なことであれもらうけてきたじゃないですか一生懸命説得してあのさがおるからバランス取れるんじゃないかなとかやっぱり神様がおるって大事だと思うん確かにそういう意味でははい だから調子に乗らんことねで。も素直謙虚感謝、森脇イズム。人物部屋には森脇イズム。いや、もう、おんまさんは人間生きていく上ではそれが一番大事だと思いますけどもね。はいということで、この番組次回は11月12日の予定でゲストは未定でございます。ということで、深夜の雑談、本日のお相手は私、北野誠と田中俊之と松原谷史でした。ではまた来月です。どうもお二人ともありがとうございましたありがとうございました。